キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、暇で魔が差すハッカーのスケベ心というようなところでお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信しておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから最近やっております AI と英会話などいろいろ番組ありますんで、もしこういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますんで、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題の暇で魔が差すハッカーのスケベ心というようなところでのお話なんですが、まああれですね、人間暇だと良くないですねって、なんですかね、脳がね、デフォルトモードでかなりいろんな余計なこと考えてしまったりするようなとこもあって、こういうのがこう長く続いたりすると、かえってこのうつ病になったりとか、そういうような、可能性もあるので気をつけましょうみたいな話、ついこの間させてもらったんですが、その一方でですね、これどっちかというと IT エンジニアの、方によくありがちなのかもしれないんですけど、いろいろロジカルにね考えられちゃうような人っていうのはですね、変ないたずらとかね、そういうの思いついちゃったりするんですよね。はい、この暇すぎたりすると、だから会社がね、ホワイトな人ほど、結構サイコパスが多かったりするのも、これに関係してんのかもしれないですけど、とにかくこれ、今回は話するのはですね、私自身にもこう言い聞かせたいような内容でもあってっていうのも、今ねちょっと訳あって転職しましてですね、今ちょっと暇な状況なんですよね。はい、本業の方はあんまりこう仕事しなくてもいいような状況っていうか、もう有給消化の段階になってるようなところでもあるんで、だからこうあれこれちょっといろいろ考えてしまうところもあるので、こういう時にね変な横島な考えをちょっと起こさないようにこうするためにも今配信を行ってるみたいな、そんなようなところでもあるんですけど、とにかくね暇な人ちょっと気をつけてくださいっていうのは、やっぱね副業とかやっぱり趣味とかそういうのにこう没頭しましょうね。本業があんまりちょっと仕事なかったりするような人なんかは、特に注意かもしれないです。はい、で、ちょうど、前回の話で会社を辞めるときに、あんま無駄なことをするなみたいな、そういうような体で、自分なりにもちょっとかっこいいこと言えたかなっていうことを言った手前、このようなね放送のタイトルになってしまって、ちょっと申し訳ないところでもあるんですけど、とはいえね、やっぱり人間ですよ。暇だとね、ちょっとぐらいこういたずらをしてみたいくなるようなこともね、やっぱあるんですよね。こういうのが誰しもがね、やっぱ暇すぎると いろいろ横島なことを考えてしまったりするようなところがあるんで、ここの辺はちょっと注意しないといけないかなというようなところです。で、私がちょっと思いついてしまったいたずらはですね、ふと思いついたのが、会社のデータをですね、証拠を残さずに外部に持ち出す方法を中で思いついてしまったんですよね、これね。なんでこういうことをちょっと思いついてしまったのかっていうとですね、ちょっと後半の方にちょっと詳しくちょっとお話ししますが、ついその先日、わけあってね、私の過去の放送でもちょっとお話しましたが、こう退職することになって、で、この経緯についてはですね、私の過去の放送をちょっとご参照いただければというふうなところはあるんですが、今現在ですね、いろいろとこう事情があって、現在辞める時の誓約書みたいなものにこうサインを求められている状況なんですね。私の職業柄、会社の機密情報などもちょっと扱ったりもしてるんでね、当然といえば当然なんですけど、IT エンジニアの方だったらね、どこもそうだと思うんですけど、辞めるときなんかいろいろこう誓約書みたいなのにサイン求められたりするんですよね。会社の機密情報を外部で使っちゃダメよとか、そういうようなものなんですけど、で、この誓約書はですね、今回の、私の、今のその会社はですね、本当にそのこれでもかというふうに言うぐらい、もう
本当に細かくこう誓約書がこう記載されて、まあいろいろな状況とシーンとかまでちょっとあの事細かにこう書かれて、で本当そのダメよダメよだらけのあの文面なんですよね。で最後にこう自分で締めくくりとして、これを破った場合は損害賠償で訴えます的な、そんなような感じでこう締めくくられているような文章でして、まあねここまでねいろいろダメよダメよと言ってくるかみたいなね、そんなような誓約書でちょっとあの驚いてるところなんですけど、まあ、ただねまあこれね IT エンジニアならあるのかもしれないですけど、あのダメよダメよとね言われれば言われるほどね人間ね反抗したくなるのもやっぱ人の差がなんですよね。はい。まあというのもあの私あの前の会社とちょっと比べてしまうところもありまして、というのがあの前の会社はね結構なあのホワイトなあの会社でちょっとゆるゆるなところでもあったんで、誓約書なんかもですね、なんかの退職金プラスなんかの解決金みたいなものまでこう用意してくれて、でそれでじゃ あの機密情報とかちょっとあの守ってねみたいな感じで簡単にさらってこう書かれて、まあ締めくくられてたようなところがあったんで、まあそれはあの喜んでねこちらもサインして退社したみたいなところもあったんですよ。でそれがね一方でやっぱね会社複数ね所属してたりするとこういうところでちょっと比べちゃったりするのかなというようなところもあるんですけど、その今回のところが本当にダメよダメよだらけで、さらにね損害賠償を請求します的な部分で脅しにみたいな感じでちょっと書かれてるようなところもありまして、というのはまあ私の過去のあの放送でちょこっと話しましたが、ちょっとあの重役にちょっと私嫌われてしまったのかなみたいな、そんなような感じを彷彿させるような文面でもあって、まあ、なこんなここにもちょっとなんか意地悪的なことがなんか仕込まれてるような、そんなようなねこともちょっと考えてしまうぐらいの、そういうようなの内容でもありました。で今回の職場はですね、短期離職っていうようなこともあって、まあなんかね退職金とか、そういうのも出るわけでもないし、それからあの解決金とか、まあ、短期離職なんでねそういうのも用意されるわけでもないし、なので、駆け引きになる材料が多分向こうもないんだと思うんですね。だからこの損害賠償で訴えます的な脅しでなんかやってんのかなみたいな、まあ普通だったらねなんかこういうこれこれしかじかのお金を打つのはねちょっと解決金として用意します、なので、この誓約書にちょっとサインしてくださいって、これができたらね、その解決金をあげますよみたいなサインしてもらったらっていうのが、まあ普通の、まあ、あのホワイトな企業のやり方だと思うんですけどね、はい。まあ、ただあまりにもちょっと短期的すぎたのかなっていうようなところもあるんで、その解決金とか退職金とかそういう駆け引きになる材料がやっぱなかったので、こういうような、ところになったのかもしれないですね、はい。でやっぱねこうねいくらなんでもこのさすがにここまで細かく書くかみたいな誓約書になってくると、もうねやっぱ刺激されちゃうんですよ、このねハッカー魂ね、ダメよダメよと言われれば言われるほどこう刺激されるみたいな、まあ、そういうようなところがあるんで、まあ、もしねこの番組経営者の人がこうご視聴されているのであれば、人を辞めさせるときにあれよこれよとダメよダメよと言い過ぎは、まあ、かえって良くないかもしれないですかね、はい。まあ、いらぬ反感を買ってしまう、逆にね買ってしまうこともあるんで、これちょっと気をつけた方がいいかもしれないですかね、はい。まあ、そもそもその会社を辞めるときの誓約書ってまあ、ネットでいろいろ私も調べてみたんですけど、なんかサインしなくても OK らしいですよね、そのままバックレてもいいみたいな、そんなような感じ みたいなんですけど、まあ、法的な拘束力とか、まあ、そう会社がね強制的にこれ誓約書を書かなければいけないっていうふうに押すのも、ね、やっぱ難しいところもあるらしいですね、はい。なので、まあ、もちろんそれを書いてもらうがために退職金とか解決金とかそういうのを用意するのが、まあ、筋らしいんですけど、そういうのも用意せずにただ誓約書書いてくれってこう言ってくるのは結構バックれてしまうこともなんかできたりするらしいですよね、はい。なんで私もねダメよダメよとこう言ってきたのに対して、はいはい書きます書きますと言いながら、あ忘れてしまいました的にね退職の最終日まで引っ張ってやろうかなというふうにも思ったりしているようなところもあるんですけど、まあともあれねまあとにかくその
まあ、今回ちょっとお話ししたかったのが、暇はあんまり良くない、いろいろな横暇なことをこう考えてしまうっていうようなところがあるので、なのでちょっとまあいろいろ思うところもあるかもしれないですけどね、転職とかそういうんでね、暇ができちゃった人にとってはね。なので、まあ、そういう人はですね、ちょっと横島なことをちょっと考えすぎないようにね、ちょっと気をつけましょうというようなところです。で、最後にですね、私が、まあ、どういうことをちょっと考えてしまったかっていうようなところを、少しだけ考察もかけ兼ねて、最後お話ししたいと思います。で、まあ、ちょこっと冒頭の方にお話ししました、会社のデータを持ち出す経路と、それに関する、考察を少ししてみたいと思いますが、まあ、要するにですね、大きく分けて4つぐらい方法があるんですよね。会社のデータをこう外部に持ち出すっていうのは、まず1つはおなじみの USB メモリでの持ち出し、まあ、これは今の時代ってもう徹底的にマークされてるんで、まあ、そもそもね、記憶デバイスを会社の PC にマウントするときにはそれなりの申請プロセスとかそういったのもあったりするんで、まずこれ足がつくので、まあ、こういうのなのでいたずらしちゃダメですよというのは、ところはまず、一つ目ですよね。で、二つ目は、まあ、これも、まあ、有名っちゃな、まあ、誰しもやってると思うんですけど、メール、まあ、個人アドレスへの転送、これも会社のサーバー返してね、通信しているのが常なんで、情報システム部がその気になれば、どんな情報を外部に流したかなんてすぐわかるんで、まあ、これも足がつくので、まあ、こんなのも、いたずらするにはもう対象外ですよね。はい。で、3つ目と4つ目が、ここからが少しグレーゾーンになっていくんですけど、まず3つ目はですね、サードパーティー製のクラウドサービスを使ったファイルのアップデートですね。はい。で、まあ、有名なのは Google ドライブとか Dropbox とかそういったもんですよね。で、まあ、これはですね、実は、一部足がつくんですね。はい。まあ、どんな足がつくかっていうとですね、まあ、結構その PC、 会社の PC とかにファイルの操作のログとかね、そういったものを管理するようなものが入ったりするので、いつどのファイルを、ファイル名を変更してどういうファイル操作を行っていつどこにこうアップロードしたかとか、そういうようなものが追えるんですね。まあ、Windows PC とかそっち側にこう記録が残ったりするようなところがあるんで、だからそこからこう追えるので、まあ、どういうファイルをなんかいじってたよねみたいな感じで、ファイル名から推測して、情報システム部がこう詰めてくる場合があるんですよね。なので、まあ、これはまあグレーゾーンっていうか、まあ、これでもまあ若干ちょっと足がつくかなっていうようなところですかね。はい。で、4つ目で、ここからがですね、私が暇なあまりについ思いついてしまったことなんですけど、まあ、それが iPhone を使った方法なんですね、これね。はい。まあ、まあ、ちょっとすいません、これ悪用されると、まあ、なんかね、模倣犯としていらぬ事態を誘発してしまう可能性があるので、具体的なやり方は申し上げることはできないんですが、まあ、ただ一つだけヒントを教えるとしたら、 Bluetooth を使ったとある機能ですね。まあ、まあ、これでApple ファンの方だったらピンとくる方も、まあ、いるとは思うんですけど、まあ、私もね、同じApple ファンとしてこの機能はね、すごい便利なんで、社会的に悪用されてほしくないという思いもあるので、言及はちょっとここまでで、勘弁してほしいところもありますが、まあ、とにかくね、これを使うとですね、おそらく足をつかずに会社のデータを外部に持ち出すことができちゃうんじゃないかなみたいな、そんなようなね、いらぬ横島な考えがちょっと最近ね、暇すぎてそういうようなことをいろいろ考えてしまったりするようなところがありましてですね、まあ、とにかくね、まあ、そもそも何かね、会社に対して損害を与えるとかそういう意図はまあ元々私ありませんし、まあ、そもそもまあ、単なるこういたずらとしてこういうことできんじゃないっていうのを思いついちゃっただけのことなんでね、はい。まあ、とにかくね、こういうようなことをちょっとやるのはもうあくまでも自己責任の範囲でちょっとお願いしたいところでもありますが、まあ、とにかくこのね、 Bluetooth の機能って足がつかないらしいんですよね、これね。最近発見しちゃったんですけど、まあ、とにかく、まあ、それでね、一部犯罪に使われているようなところがあるんですけど、まあ、便利な機能であればあるほどね、まあ、いろいろなことにこう使われてしまうのも常なんで、まあ、この辺は、まあ、良くないかっていうようなところで、まあ、この辺は、まあ、私的にも犯罪に使うとかそういうような思いは全くこうありませんが、まあ、とにかく今回ちょっと伝えたかったことはですね、まあ、こんなようなね、横島なことを考えるぐらいだったら、副業とか趣味とか、まあ、そういうのに没頭しましょう。まあ、もちろんね、本業もね、面白かったら、まあ、それはそれでちょっと頑張りましょうっていうようなところですよね。まあ、そうすればね、健全に、なんかね、
生産的なあの作業にこう没頭できたりするようなところもありますんでね、まあ、今回はねあの私自身にもちょっと伝えたかった内容でもありました。はい、まあ、参考までによろしくお願いいたします。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。